1日1食を絹牛丼にして1週間生活したら体重どうなるの。こんにちは、はじめしゃちょーです。痩せました。私痩せました。以前動画で紹介しました、1ヶ月で9キロ痩せたんですけども、どうやって9キロ痩せたかっていうと、オートファジー生活をしてたんですよ。それにちょっとアレンジを加えて、僕の場合はオートファジー生活って言ってたんですけども、簡単に言うと1日1食ただただ食べる回数を減らせば痩せるだろうという、そしてお腹が空いてる時間を16時間空けると体の老廃物をなんか使って体を動かしてくれてめっちゃ痩せるみたいなやつを実践して、もう余裕のよっちゃいんかで1ヶ月で9キロ痩せたことができて、なんと未だに毎日ではないですけど基本的には1日1食生活を続いておりまして、ご覧ください。これ痩せてから僕体重毎日つけるようにしてるんですけども、74キロだったんですよ。もともと74キロだった男がもう65キロずーっとキープしてます。一回体重バーンって増えてるのは1日3食爆食いした時、それ以外1日1食でもう毎日アイス食ってるんですよ。毎日アイス食っても1日を1食だけにしてれば全然体重キープできているんですけども、私気づいてしまいました。1日1食ってどの量までならいいんだろうか。もう全然普段はハンバーガーとかカレーライスとかデザートとかジュースとか1食で結構いろんなものほんと好きなもの食べるんですよ。多分それでも1日の消費カロリーよりも摂取しているカロリーが低いからどんどん痩せていくっていう、もう最強の状態になっているんですけども、私思いました。その1食をキング牛丼にした時、人の体ってどうなるんだろうかなって純粋に思いました。すき家のキング牛丼どういうものか改めて説明しましょう。まあ簡単に言うとすき家の裏メニューなんですけども、牛丼の並盛りの肉の量を約6倍、アホだな。カロリーがすごいんですよ。カロリーなんと2284キロカロリー。1日分なんですよ。1日分のカロリーぴったりなんで、マジで体重減るか増えないかわかんない。なのでルールとしては、今日から1週間キング牛丼を1日1回食べます。ご飯はそれだけ。栄養のバランスかなり偏りそうなんで、一応なんかビタミン剤とかを取らせていただくんですけども、とりあえず今日から1日1食キング牛丼だけ食べますわ。食べきります。多分これで体重変わんなかったらマジで1日1食すごいよ。何食っても太らないと思っていただいて結構だと思います。ご飯食べる以外は何ら変哲もないいつものはじめしゃちょーの生活をさせていただきます。いやー飽きそうだな味に。ちょっとどうなるかマジで読めないんですけども、別にちょっとあの勢いでやってみますわ。どうも、まずは今を知ることから始めようではないか。はい、皆さん今の体型しっかり覚えておいてください。これがキング牛丼食べる前です。はい、私こんな感じでございます。では生活前の体重を測っていきましょう。はい、素晴らしい記録だ。もうこの体重キープしたいんだよね。 64.4 キロです。このガリガリな男が今日から1週間1日1食だけどもキング牛丼食べるとどう体重が変化するのか、せっかく痩せてるんで試してみたいと思います。では早速すき家に行ってきます。さあ1日目始まりました、キング牛丼生活。まずは東京のすき家から始まりました。というわけで1日目のキング牛丼が多分基準になるということで、まあ量厚さ梅雨の観点でこれから1週間キング牛丼見ていきたいと思います。いただきます。というわけで始まりました1日目。まあとりあえず食べれるかどうかですね。胃袋がかなり小さくなってる気がするんで、そもそも食べれるかどうかっていうのがかなり気になっていました。はい、今口の中に入った文字にも起きております。うんまっていうのがマジの感想。そもそも食えるかどうかですね。結構暑かったね。キング牛丼こんな暑いんだって感じで、ちょっとお箸で食べてると結構時間がかかりそうだったのでスプーンに持ち替えて食べさせていただきました。あの勢いで食べないと胃袋がどんどんなんか苦しくなっていく気がして、スプーンで駆け込むように食べさせていただきました。うん、ペースはねもう見ててわかると思うんですけど、一回も止まらずにガンガンいってますが苦しかったです。普通にまあ初日なんで仕方ない苦しいのはそんな気がしておりますけども、一応ね手は止まらずねガンガン食うことができました。はい、初日完食でございます。よく食べました。しっかりと狙い見つけないでごちそうさまでした。久々に食べたんですけどやばいっすね。あれマジで2200キロカロリーですわ。ただ僕今1日1食に全て欠けてる生活2ヶ月続いてるんで、正直まだ余裕あります。なんかキング牛丼いつもより食えてる気がします。ただなんか1食があれで終わるっていうのはちょっと物寂しいですけども、そういう企画なのでこれをあと6日間続けたいと思います。ではまた明日。さあというわけで2日目やってまいりました。これは浜松のすき家かな、静岡県の浜松のすき家で食べさせて、量おおびっくりしたし、量多いし、なんかめちゃくちゃ暑いんですよね。あ、もうなんかほんとお風呂みたいな、普通に湯気出すぎてびっくりしたんですけども、しっかりと食べさせていただきます。いただきます。まあ
ちょっと僕猫舌なんで結構熱いの苦手なんですけども、それでもしっかりとちょっともう笑っちゃうぐらい湯気出てるんですよ本当に。あとこれ実はあのイベントの最中に食べてます。はい、時間との勝負でもありました。おっと、ここで目がしっかりと見開いてバグっていきます。ただ全然食えているんで問題ないと思ったらまたバグってしまいました。もう眼球開いてますね。暑い暑いとかもう本当に温度が苦しかったですね。しっかり食べてきます。こんなところで止まるわけにはいきませんからね。なんでそんな目見開いたんだろう俺。ここでちょっと写真、あのファンの方に会った写真も撮らせていただきました。さあ、このタイムロスがどう響くか、もうほんとノンストップで食べたいぐらいの気持ちなんですけども、しっかりと2日目も食べることができました。ありがとうございます。はい、2日目食べることができました。お店によってその牛丼の温度が違うんですけども、今日のお店はめっちゃ暑かったですね。結構猫舌からするとタイムロスにはつながったものの、胃袋的にはほんとギリ、しっかり今日も食べさせていただきました。若干味に飽きてきてるけど、まだ全然最高に美味しいです。明日も頑張ります。はい、3日目でございます。なんかやや疲れてねって感じが表情に出てるんですけども、普通になんか仕事が忙しかったりして疲れてます。さあ、3日目のキング牛丼こんな感じです。意外と量は少なめだったんですけども、あの暑さ、梅雨の量もいい感じで結構食べやすい部類かなと思いました。さあ、今ゆっくりといただきます。入りました。3日目食べていきましょう。あ、久しぶりです。はい、久々になんか友達に会いました。キング牛丼食ってるとこ見られるのマジ恥ずかしかったな。はい、しっかり完食しました。これぐらいの量だったらいいか、はい、というわけで3日目終わりました。気づいたんですけど、1日1食にしてから食べ物に飽きなくなったんですよ。1食がすごい楽しみだから、なんか前までキング牛丼食べたら最後の方はなんか味に飽きてて苦しかったんですけど、3日目にして気づいたら何が違うかっていうとね、味に飽きなくなってます。美味しい最後まで。はい、あと4日間頑張ります。はい、というわけで4日目でございました。4日目のキング牛丼は果たしてどういう顔なのか、まあまあ全体的には普通だったっすね。ちょっとつゆが少なめでご飯が白かったです。ただこれね、俺歯医者行った後で麻酔打った後でなんかすごい、あ、噛みましたね今、しっかりとしっかりとした感じで超テンション下がりながらもしっかりと食べました。これでも口の動き方おかしいでしょ完全に。さあ、そして5日目です。5日目はここなんとですね、はい、姫路の、ちょっと、あ、待って、量おかしいでしょ。なんだこれは。関西はこんなにキング牛丼が多いのか。もう量がね、普通のキング牛丼の遥か上を行く量でした。もう、お皿から溢れ返ってるぐらいですね。さあ、食べていきます。いただきます。気持ちをしっかり込めていきました。なんかここ多いわ。米も肉も多い。はい、もう米も多かったんですよね、全体的に。ただもう食うしかないと思いつつも、無理無理。ほんとやばかったです。結構5日目からが変わってきましたね、僕の感じが。もうほんとでも止まるわけにいかないんで、なんとか気合で完食することができました。続いて6日目です。はい、6日目は地元のキング牛丼すき家静岡かな、はい、来ました。まあ今回も割とオーソドックスなすき家キング牛丼でしたね。はい、そんな多くもなく少なくもなく、で、どさくさに紛れて後輩たちもたくさん一緒に食べてくれました。急いで食べます。さあ、食べ始めます。6日目ね、正直ちょっと苦しかった。さすがに飽きたわ。いや、そうなんですよ、飽きてはいるんですけども、全然お腹空いてるから食べてる、うん、はい、ちょっとため息出るぐらい若干苦しくなってきたかなって気がしました。しっかり食べました。完食です。6日目が終わりました。味にちょっと飽きてきたなって感じですけども、全然まだ美味しいです。この感じだと多分最後まで美味しいんでしょうね。ハンバーガーが食いたいです。さあ、最終日7日目です。いよいよ最後となりました。1週間もキング牛丼食えばほぼ体の中はせめてキング牛丼。なんか全然結構遠出しててですね、静岡じゃないところで最終日を迎えました。もうなんか移動も多い時間のない中で、俺は何日食べた、1日2日3、4、5、6、7、7日間を食べてる、狂ってやがるぜなんて思いながらも、実際1日1食これだけでマジでカロリー的にどうなってるのか分かんなかったので、本当に太ってるか痩せてるのか気になってます。まあいい感じのキング牛丼、いい感じのキング牛丼でした。ラストもいただきます。気持ちを込めて感謝、しっかりと食べさせていただきます。もうなんか慣れてきました、キング牛丼。おや、様子がおかしい。
結構ね辛かった。最終日が本当にね結構ね手が止まってたね。そうね。まだまだもう無痛ってここはなんとかやりきるしかないと思って。めっちゃ下の歯切れになってるね。あ本当だ。インプラントセラミック4連単お会計66,000円のセラミック入れたらちょっと高かったです。おっと動きが止まった。大丈夫か。すごいの、ここまで手止まんなかったんですよ。最終日だけちょっと手が止まっちゃったんですけども、いよいよ残りわずか。これが食べれば俺の1週間は終わりです。今口に運んだ。長かった。ここで完食です。はい、というわけで1週間終わりました。とりあえず牛丼以外のものが食べたいし、野菜もこの1週間1回も食べてないからサラダが食べたい欲がすごいです。珍しく。じゃあ最後体重測って終わりたいと思います。ありがとう。好きや。よし。そういうわけで皆さんをちゃっこ言ってた。というわけで皆様お待たせいたしました。1週間1日1食キング牛丼のみで生活させていただきました。神に誓わせて言わせてください。もう本当にマジで一日一食キング牛丼だけを食べました。そもそもこの企画やる前からずっと基本的に一日一食で生活してたのに胃袋が小さくなってたと思ってたんですけども、全然キング牛丼食べれて、なんだろう、いつもの食事よりタンパク質は絶対多いからちょっと筋肉ついたかなっていう気はしました。あと炭水化物はさすがに取りすぎ、米が多すぎて、糖取りすぎるとなんか肌がくすむらしくて、なんかちょっと肌が黄色くなった気もしました。そんぐらいでも。なので本当に毎日牛丼を2200キロカロリーぐらい食ったっていう生活で、7日間のキング牛丼も量にばらつきがあったんで、一概にこのカロリーですとも言えなかったです。5日目とかやけに多かったもん。というわけで皆さんが気になっているであろう結果発表行かせていただきます。初日が 64.4キロ から1週間1日1食キング牛丼だけ食べた男は何キロになっているのでしょうか。ちなみにこの1週間の生活の話すると割と忙しかったです。消費カロリーは結構多かった気がするし、一回超運動したりした日も1日あったんで、運動は比較的している方の一般男性として計算していただけると助かります。じゃあ体重計持ってきます。では測らせていただきます。本当にやらせないから、てか俺が気になってる企画だからマジでそんなつまんないことしないですよ。なんなら布団ってちょっとだけ元に戻りたいくらいあります。いきます。すごい。まあ、ノーカットでここ行こう。ノーカットで行こう。変化なし。皆さん今ので証明されました。一日一食何食っても太りません。あ、そうとも限らない。ごめん、わかんないです。甘いもの食べてないのも大きかった気がするんですよ。俺だから一週間キング牛丼しか食べてないから、アイスとかお菓子とか一回も食べてないんですよ、この一週間。決してそんななんか体にヘルシーな食べ物ではないと思ってるんですけど、変化なかったっす。いや、俺が代謝いいのもあると思います。サウナとか行ったし、運動もしたし。ただ普通、キング牛丼食ったら太るけどなっていう固定概念があったから、びっくりしました。本当に体重の変動がなかった。全く同じ体重ってことある、でも。え、マジですからね。うわ、すごっ。はい、というわけで。皆さん、これでまた一つ明らかになりましたね。キング牛丼食って太らなかったってことは、よっぽどのことがない限り太らないと思います。皆さん、一日一食。何食っても太んないと言っても過言ではないと今回の検証で明らかになりました。俺は頑張ったかやったな。ちょっとうるっときてる。俺辛かったんですよ、一週間キング牛丼だけって。多いし、普通に他のも食べたいし、なんか後半に野菜も食いたかったし、やってよかった。なんか人類の歴史を変えた気がしました。僕ぐらいのもう30近くになった人は一日一食でいいと思います。でも何しても痩せるんで、マジでいい企画だったぜ。牛丼は4年ぐらい食わんとこ。